はい、今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、知り合いがですね、ちょっとアユルベータのですね、サロンをですね、埼玉県越谷市のですね、に、オープンする予定になってます。6月10日です。で、こんなね、チラシもらってきたんですけれど、ちなみにですね、なんでアユルベータのね、サロン。ヨガとアユルベータっていうのはですね、結構自転車両輪みたいなもので、ヨガは体操とかね、そういうものをしてるんですけど、アユルベータっていうのはインド医学なんですね。で、まあ最近いろんなね、アユルベータのサロンとか流行ってますけど、ちょっとですね、今日はその南越谷のですね、アユルベータサロン、まだですね、改装中なんですけれど、ちょっとですね、レポートしてきましたので、ちょっと、見てみてください。ありがとうございます。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、ちょっと越谷の、南越谷の方にちょっと来てます。で、ちょっとですね、知り合いの方がですね、こんな感じで、6月の10日、6月の10日にこうオープンするそうなので、そのですね、前にいろいろですね、ちょっと、内装工事中だそうです。はい。で、ちょっと来てみました。はい。で、何か店長さん言いたいことありますか？こんにちは、オーナー高橋です。はい、6月10日オープンしますので、よろしくお願いします。はい。ということで、アユルベータ、アユルベータでしょ？アユルベータの、サロンということで、男性ダメなの？男性ダメだそうです。なんですけど、もしその知り合いだったらいいの？知り合いだったらば男性でも OK だそうなので、ぜひですね、サヌーは？サヌール。サヌール。サヌール。南越谷店だそうです。はい。よろしくお願いします。ホームページのタグも、YouTube の動画の方の下の方に載せておきますので、よろしくお願いします。